はい、それでは皆様、感謝してまーす。イエーイ。それではオープニング参りまーす。せーの、ひとりさんの愛と光と楽しいを配信するオフィス、花江でーす。イエーイ。はい、ということで本日も6時台を全集合となりまーす。よろしくお願いしまーす。はい。ありがとうございます。今日も元気なおかありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありちゃんもありがとうございます。はい。知らせといえば、あ、昨日より、先日、大成功に終わりました。5人会講演会の YouTube 配信、させていただくことになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ご覧になられた方も、ご参加された方もいらっしゃると。思いますが、改めてね、お聞きいただいたり、これから初めて聞く方もね、楽しんでお聞きになってください。ありがとうございます。そして大成功改めまして、おめでとうございました。ありがとうございました。せーの、万歳。万歳。よっしゃー。よっしゃー。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、ご存知の方もいらっしゃいますが、本日はね、マッキーちゃんと花井社長はケビンちゃんの、イベントに行っております。どうやらね、くじが席が一番前の真ん中、ね、すごいいい席が当たったそうで、おめでとうございます。はい、このね、ついてるハードを生まれて、今日も楽しくいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、花ペソゲーム、皆様の体験談を、シェアしていただきたいと思います。ちょっとした気づきでも構いませんので、ちょっとしたことかなって思うことでも構いませんので、ひとりさんを心の真ん中に、商品、講演会、お話の体験談はもちろん、この楽しいイベント、気づいたことなど、シェアしていただけますと嬉しいです。お手手は、まあね、上げていただいたりですが、手を上げるマークで、気軽にお話しいただけたらと思います。はい。という感じで、昨日のね、5人会、動画見た方のご感想でもいいので、よかったらね、顔出ししなくてもいいので、気軽によろしくお願いします。はい。まあ、ではでは、あ、そう、肌ペソポイントはご存知の方もいらっしゃると思いますが、こちらのズームで、このズーム1回につき、1回お話しいただきますと、1肌ペソつきますんで、ポイント貯まりますと、花井社長のからのプレゼント、されますんで、プレゼントと、ポイントと交換できますんで、楽しく目指してください。はい。一旦ね、今、この発表されてるプレゼントが、明日で、一応一旦、お休みとなりますんで、これから交換したいなって方は、ね、どうぞこの機会を、この機会に、お申し出ください。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。それでは、花ペソゲーム、スタートー。お話やる方は、あげてください。まあ、前振りもしちゃった方もね。あ、ひろみちゃんかと思ったら、あけみさんだったんですね。ひろみちゃんの画面だと思ったら。はい。はい。せっかくなんで、じゃあ、ちょっとだけ逆指名制で、あけみさん。さっきもね、体験でシェアしていただいてたんで、はい。ありがとうございます。感謝してます。すごいジャグジーの体験談なんですけど、私、9日の日に来て、1週間でその5倍のみ、最初をやって、だからその時はもうすごく体が軽くて、で、それから2箱目になった時に、ちょっと、まあ、最初は5倍のみ、そして、まあ、2、3日経って、3倍のみに変えたんですよね。で、3倍のみ変えて、で、それでも体は軽いし、お便りさんも今までと変わりなく。で、夜ももう、それまではやっぱり夜中に一回起きたりとかしてたんですけど、朝までぐっすり眠れて、で、アラームが鳴る前に目がパッで、覚めて。で、そのまま、すんなりスーって起き上げがられる。うん。で、結構腰が、ヘルニアを持ってるから、痛い時があるんですけど、
ここずっと痛くなくて、まあその去年の美容活動を飲み出してからも全然痛くないんですよね。ね、それまでは痛み止めとかずっと飲んでたんですけど、ほんとそれもないし、ね、今度もう2箱目が終わって今度3箱目になったんですけど、ジャクチンは。ね、それで今度ちょっと2倍飲みにしてみたんだけど、ちょっと違うかなみたいな。で、また、昨日からまた3枚飲みにしたんですけど。うん。でもやっぱり軽い。ねえ。でもまた、一応、すごいジャグジー飲んでるから、まあちょっとずっと様子見で、ビューンカスとか他のは飲んでないんですよね。で、ビューンカス飲んでないせいなのか、体がやっぱし、こう、冷えてる。うん、冷えてるのと、やっぱり寒いなっていうのがあって、うん、で、まあ、体自体は全然本当に軽いって感じだし、で、昨日のりんちゃんの話で、って思って、で、鏡を見たときに、この鼻の周りとか、ここら辺とか、ちょっと結構、毛穴が目立ってたんだけど、目立ってないっていうのが、わ、嬉しいみたいな。うん、すごい嬉しくて、で、いくらこう、染みそばで、こう、隠しても、やっぱり、目立つ時もあったりとかしてたんですよね。だから、ひろみちゃんに、美顔メイクしてもらうとき、結構こう塗ってたからですね。だからやっぱりひろみちゃんも言わないけど気にされてたみたいで、うん、ね、だけど、こう最近こう塗ってて、あら？毛穴が目立たないなと思って、うん、すごく、やっぱり女性としたら、きめ細かくなるのが一番嬉しくって、うん。だから、それで今日体験談にあげさせてもらいました。以上でーす。いいですね。なんとなくですけど、お肌も綺麗ですし、こう、ちょっとこう、顎のラインがシュッとされたはよい。あ、そうですね。むくみもなんか取れてるような、うん。そんな感じで嬉しいですね。す。うん。フェイスラインもシュッと、ますます。おめでとう。高校生になった気分です。18歳。あれ、確か18そうそ歳じうそう。ゃなかったでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。君上手、ありがとうございました。花ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳。万よ歳、万し。歳、素敵なお話、ありがとうございました。君上手、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。では、あとお話ある方は、買ったらお手手を挙げてください。はい。先日ね、5人会、のご感想をはじめ、達也部長の講演会のお話等も、大歓迎ですんで、ね。はい。ちらほらね、素敵なご感想を言ってくださった方もいらっしゃるんですけどね。ありがとうございます。野村ゆり上司。ああ、ゆりちゃんも、ありがとうございました。ね。感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。私ね、達也部長の講演会、今年3月、初めて、ちょっとコロナでね、2回ほど会場がキャンセルしまして、今年3月に初めて、達也部長、奈良県の理事長に呼ばさせてもらうんですけども、私ね、だんだん良くなるもありますし、まあ、達也部長講演会呼ばさせてもらったっていうことで、お客様2人増えたんですね。で、それがね、電話かかってきまして、達也部長さん、奈良に来てくださるんですかとかって、すごく、花井隊のホームページ見てくださって、私が達也部長の講演会しますっていうのを、それを見て、2人ほど新しいお客様来てくださることになりましてね。ありがとうございまです。ね、昨日も男の方が電話くださいまして、達也部長、奈良の王子に来てくださるんですかとか言って、でね、やっぱりひとりさんとか花江社長とか達也部長とか、もうそのぐらいの方は、東京に行かないと皆さん会えないと思ってらっしゃるんですね、皆さん。で、それが、ね、奈良に、で、それもね、まあ、なんていうのかな、名古屋とか大阪とか福岡とか、そういうとこだったらいいんですけど、
長野、こんな田舎に来てくださるんですかっていう感じで、本当に喜んでくださってね、私、やっぱり達也部長、すごいなって思ったんですね。で、私もね、ちょっとなんか本当に定期的に達也部長の講演会しようかなって、本当に考えてましてね、もう本当に5人で私ちょうどお客さん5人いらっしゃるんでね、もう5人で大成功と思ってたんです。それがね、もう定員半分埋まっちゃってるんですよ。すごい。すごくないですか？私ね、初めてにしてはちょっとね、もうすごく嬉しくて、ちょっとこのお話皆さんにシェアしたいなと思って、ちょっと手を挙げさせてもらいました。以上です。ありがとうございます。ちなみに日にちが3月30日。30日、はい。3時の日曜日、土曜日。そう、土曜日です。土曜日、3時土曜日。はい。もう。おー、嬉しい。すごい。まだちょっと先ですが、もうすでに半分。もう半分、大成功なんです、私。大成功ですね。いやー、おめでとうございます。いやー、本当に、達也部長、素晴らしいですね。うん、本当に、楽しく、もう本当に私も楽しんでやらさせてもらいたいなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみになんかこの間、昨日か、ゆいちゃん、その5人会もね、なんか、はい。もう、メッセージ、なんかすごい伝わりました、お気持ちが。あのね、私ね、もう正直、こんなに素晴らしいお話、皆さんされると思ってなかったんで、いや、素晴らしいんですけど、予想以上だったんでね、もうちょっとね、LINE 入れずにはいられない状態だったんで、感動して、私も本当にね、もうずっと泣いてたんです。その皆さんの思いっていうんですかね、もう一緒になって私も泣いてしまいましたね。本当に皆さん素晴らしい。私もこういうところにさせてもらえるっていうのがね、もう皆さんすごい次元上昇してるし、意識高いし、もう本当に花いたい、素晴らしいなと思いました。ねえ、もう幸せです、私。もう絶対次はもうその会場に行って一緒になって、一緒になって皆さんと一緒に気持ちこうね、味わって感動したいなと思いました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に楽しいですね、毎日が。おかげさまで、もうおかげさまです。本当に皆さんのおかげさまですね。私一人ではここまで来れないんで、うち店長こうやって毎日ね、こうやってだんだん良くなるとか、体験談とか毎日してくださってね、こういう場を与えてくださって本当に感謝ですし、花井社長もいつもいつも素晴らしいお話してくださいます。ひとりさんもそうですけど、もうみんなのおかげですよね。達也部長も本当におかげさまで、私もお客さん増えてきましたし、もう本当に感謝です。うん、ね、あとね、ゆりちゃんはこの結構その花江隊のホームページ、ブログを、あ、そうなんです。結構ね、見てくださってる方がいててね、今度のお客様2人も、はい、私のそのブログを見てね、結構なんか呼んでくださってて、ゆりさんぜひ会いたいっていう、今度明日新しいお客様大阪で会うんですけど、楽しいです、私。いいですね。楽しい、うん、もう本当にこのお仕事が楽しくて、なんかやっとこう自分も成長させてもらったしね、長いことで皆さんからこう、花井社長もマキさんもうちて、もう本当に私大きい目で見てくださってね、本当に成長させてもらって、私これからかなって、本当に今そんな段階です。うんうん、楽しみですね。楽しみです。もう本当どんどんみんなと幸せになっていきたいですね。ですね。うん、ありがとうございます、うち店長、本当に感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんで、この今日の YouTube の概要欄にね、花江隊のホームページのそのブログ見れるとこね、ゆりちゃんをはじめ、花江隊の取扱店さんがね、こう上げて、ブログも見れますんで、ちょっとつけていただきますんで。はい、ありがとうございます。楽しんでいきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい。ということで、野村ゆり上司、花ペソポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。せーの。万歳！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 ありがとうございます。はい、感謝してます。素晴らしいお話、ありがとうございました。はーい。はーい。はい。どうしたい？大丈夫？大丈夫。お話ございましたら、お気軽にお手手を上げてください。はい。
達也部長の講演会、あ、五人会、あ、まー、あ、さん、感謝してます。はい。あ、感謝してます。感謝してます。先日ありがとうございました。どうもありがとうございました。出てもたくさんいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、いや、本当に五人会、参加させていただいて、皆さんのひとりさんや、花江社長への思いから、その、取扱店をされた同期の話とか、いっぱい聞かせていただいて、本当に、なんていうんですかね、心がこう、動くというか、うんうんうん、いっぱい皆さんそういうのをこう乗り越えてこられたんだなっていうような感じもあったり、でも、やっぱり基本的には、本当に自分たちの、皆さん楽しまれていて、うん、やっぱ楽しいってすごいいいことなんだなっていうのを、うん、まあ、中継ちょっと撮らせていただきながら聞かせていただいて、うんうん、本当に5500円以上の価値があるなって感じをしまして、うん、とっても良かったです、うん、ねね、で、まあ、りんちゃんのまあ、りんちゃんとか言っちゃって、あれですけど、りんちゃん先生の、りんちゃん先生のお話の、ビールが飲みたいっていうのが、私もやっぱりビール好きなんで、なんて言うんだろう、こう、もうすごいビール一緒に飲みたくなっちゃうなっていうぐらい。いいですね。あ、でもなんかやっぱり味があるなって本当にこう感動しまして。感動しましたね。うん、本当、やっぱ、なんかこう、まあ、やらしい話、金銭的なお金持ちになりたいとかそういうのではなくて、りんちゃん先生は本当に自分が救われたっていうその経験を話されていたんで、うんうん、本当にやっぱりひとりさんのことを知った方とか、やっぱり、絶対何かしら、そういう、ちょっとは向上したいとか、何かこう、自分にとってのこう、気づけない部分っていうのをやっぱり、教わった方って多いのかなって思ったので、うん、私もやっぱりこう、照らし合わせるわけじゃないですけど、自分もやっぱり本当に救われたなっていうのが、ありましたね。うん、はい。で、まあ、今日は、ちょっと、家の、まあ、休みだったので、家の近く散歩してたんですけど、そしたら最近、なんか、やたらと、ワンちゃんとか猫ちゃんに、こう、近寄ってきてくれるところがありまして、うん、で、その、いつも、ワンちゃん連れてるお姉様とよく、こう、会うんですけど、そのワンちゃんが、私の、方によく近寄ってきてくれるんですよね。で、まあ、その方曰く、いつも散歩されてますけど、不動産か何かやられてるんですかって私に言うんですよ。私は不動産なんか やってないんですけど、いつも同じ時間よく歩いてるから、この方は仕事してないのかなってなんか思われてる。なるほど。だけどなんかお金持ちみたいに思われてるらしくて。嬉しいですね。お金持ちに見られた、お金持ちですけど、そう、豊かな動画出てた。うんうん。ありがとうございます。ああ。で、そんな話になって、で、まあ、ひょんなことから、まあ、その方もいろいろこう話をしていくうちに、私は斎藤ひとりさんって方が大好きで、っていう話を始めた瞬間に、その方も、私も斎藤ひとりさんの YouTube 聞いてるんですよって話になって、え、好きなんですかって言って盛り上がって、もう、いや、普段は顔合わせて、こんにちはぐらいの挨拶だったんですけど、もう10分ぐらいそこでもう話になっちゃって、まあ、近くに去って駅前店ってあるので、みたいな。ああ、素晴らしい。そう。まあでも、あんまりこう、進めるのも、なんかこう、うん、まあ、私は体調的な立場だから、どうなのかなとか思いながらも、うんうんうん、まあ、でも、その、去って行き前店通って、体の調子も良くなったんだって、うん、まあ自分の病気があったこととかもなんか話したりして、うん、まあそんな会話でまた、じゃあ、
一人さんの話で盛り上がりましょうみたいな感じで別れたんですけど、なんかだからやっぱりそう考えると結構本当近所に一人さんのこと、まあ、正直ここまあここって言ったらあれですけど、まあ、田舎町なんですけど、やっぱり YouTube で一人さんの話を聞かれていたりする方すごい多く、すごいっていうか私正直誰もいないだろうなと思ったんですけど、結構あ聞いてたんだと思って、いやごめんなさい、私がそんなこと言うのはもう本当に知ってた。でもやっぱ皆さん一人さんの YouTube 聞かれてて、なんか身近にいらっしゃるんだなと思いましたね。きっとね、その方も嬉しかったんじゃないですか、やっぱり。そうですね、なんかすごい嬉しそうな顔して、やっぱその方もちょっと病気をちょっとされてたことがあったらしくて、うん、そう、だからね、まだサプリのおすすめとか、まあ、俺がいきなりそこまで行っちゃうのもなんかこう、なんかちょっとやらしいかなとか、うん、なんか、うん。ちょっとね、様子 見ながらね。様子見ながらっていうのもね、でもなんか、なんていうか。そうなんですよね、はいはい、どこまで話していいのかっていうのをね、そこまで私に行こうって思いまして、でも一緒にひとりさんの話でちょっと盛り上がれたので、素敵な時間を過ごせたので、そんな、お話で、素晴らしい。本当にまーさんがこの豊かな波動出てるっていうのは本当だと思ってて、すごいやっぱり話しやすいし、こう、頼みやすいですし、なんかそういう柔らかい雰囲気が、やっぱりそのお姉さんだったりワンちゃんも伝わって、伝わったんじゃないかなと思います。あ、これはワイルはしてませんよ。はい。個人の感想。いや、本当に。だからね、そのご病気のこととかも、誰でも話せることではないと思うので、そういう感じで、やっぱ心許せる方なんだなって感じたんじゃないかなって思います。まーさんのことを。だからね。そうですかね。なんか、だんだんやっぱ良くなるというか、積み重ねてきた、まあ、こう、その散歩の話じゃないですけど、何回か会ってるうちに、ちょっとこう、だんだん打ち解けてこれたのかなっていう。よかったですね。いや、それもやっぱり、うち店長がいつもだんだん良くなる未来の明るいをやってくださってるんで。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。まーさん、素晴らしいお話ありがとうございました。ということで、あ、ちょっと待ってくださいね。尾形真由美ちゃんが。なんか出してくれてるんで。ありがとう。だんだん良くなる未来は、ありがとうございます。ということでね、みっちゃん先生占いもね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、松本まさし隊長、鼻ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳、万歳、万歳、よっしゃー。素晴らしいお話、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まゆちゃんもありがとうございます。感謝します。はい、だんだん良くなる未来は明るい。はい。はい。あとね、お話。ご自分のね、気づきでも、ひとりさん、心の真ん中であれば、いろんな気づき、今のお話聞いて思い出したこととかでもあれば、はい、お気軽にあげていただければと。はい、あ、まみちゃん上司、ありがとうございます。感謝してまーす。はい、感謝してまーす。ありがとうございます。本当に、すごいイベントがいっぱいあったので、なんだったっけ、5人会の日が、ちょうど、旅行から帰る日で、参加できなかったんですが、後から、5人会の YouTube を見させていただいて、で、本当に、お仲間ですけれども、ああ、先生だなーって、心の底から、お一人お一人の話が、素晴らしくて、で、魂に響くし、本当に、伝わるっていうことを、本当に感じて、で、一人一人の、こう、人生の、凝縮された、その人生の言葉だなと思ったので、もう感動で、すごくいっぱいになりました。だからなんか、5人をね、一度にまだ聞けてなくって、お一人お一人をね、聞いて、で、また、
こう、ちょっと感動して、ちょっとこう、また気持ちを落ち着けて、でも一人聞いてっていうふうにしてるので、まだ、最初に、お話ししていただいたキラリ先生と、なおみ先生の話で、今、まだちょっと途中なんですけれども、私はそれを聞いて、自分の、こう、今から約6年くらい前、このお店をスタートした時の気持ちをすごく思い出しました。でも私、その時から、ほぼ3年間は、自分を形容する言葉は、猪突猛進っていうか、もう本当に鬼滅の刃の猪突猛進、猪突猛進って、ああいう感じで、本当に脇目も振らずに、もうなんか本当にひとりさんのお話をお客さんとするのが楽しくって、で、お店の、例えばこう、掲示を考えたり書いたりすることがもう楽しくって、で、うち店長とか、オフィスが発信してくれる情報を、いち早く、みんなに伝えたくって、で、それを発信したり、ブログにしたりとか、何かこう、一つ行動することが、もう、とにかく楽しくって、で、仕事なんだけれども、もう、趣味というか、もう、本当にハマりすぎてしまって、もう朝から夜からもう関係なく、仕事が楽しいというか、もう、丸カンが大好きで、止まらなかったっていう、あの時の気持ちを、こう思い出したというか、で、私がやはり、この仕事に携わるようになったのは、本当にひとりさんの教えで自分の人生が、こうね、無明だったというか、本当に全方位、もう本当に、全方位、あっちの人間関係、こっちの人間関係、すべてにおいて、問題だらけだった自分の、あり方から、なんか今は気がついたら、本当に全方位、大好きな人しか、こう見渡してもいないみたいな、なんか全然別次元に来てるっていうことも思いますし、あと働き方も本当になんかこう、すごく長い時間、フルタイムで働いてたその時から思うと、本当に自由業で、だからこそお客様と一緒に遊んだりとか、出かけたりすることもできて、で、なんかこう、人間関係もそうだし、あと自分のお金というなんか感覚もそうだし、あと時間という豊かさ、あとなんかこう心の自由全てをいただいたなっていうのをすごい思い出して、で、本当に皆さんのお話って自分の原点にこう立ち返る機会になったなっていうのをすごく思いました。で、私的に言うと、ここ数ヶ月、自分がなぜか、気が向かなくって、自分のブログ発信できなかったんですけど、なんか急に書きたいテーマとか、軽く見つかって、書いてみたりとか、なんかそういうふうに行動も、なんかこう湧き上がる気持ちっていうものに火がついて、なんかできるような感じがして、なので今日の、この6時だよも、あ、絶対入りたいって思いました。なので、やっぱり、本当にこんなに素晴らしい人たちと同じところで、こう、自分もこの愛知で発信していく、そういう役割をいただいてるんだなと思ったら、なんか本当になんか心にまた火がバーって、こう、なんかすごい燃えるというか、なんかそういうものがあって、本当になんかね、素晴らしいお話だったなというふうに思います。しました。あと全然、軽い話なんですけど、旅行中に、私、あ、これ良かったなと思ったことがあったんですマミちゃん、旅行はどちらへ？けど、私は初めてのベトナム旅行に行ってきたんです。で、おととい、達也部長の講演会の前日に、帰ってきたので、ちょうど5人会の日だったんですね、帰る日がね。で、それで、すごい良かったなと思ったのが、ヘアケアなんですけど、私、髪の毛が長くて、こうね、ちょっと、なんていうのかな、金色に染めてるので、だからやっぱ乾燥っていうのは大敵なんですね。
で、それでスプレー缶とかはちょっと持ちづらいので、普通だったら、まあ、クリームとかも、ヘアクリームとか持ってくんですけど、たまたま何も持ってなくて、で、それで、やった方法が、ハリピンツヤクリームってあるんですけれども、あれって結構油なんですけど、意外とさらっと、お肌につけたりすると、するので、あ、一回、ベタベタ感残らないかもと思って、ここら辺、ちょっとつけてみたんですね。そうしたらやっぱり、いい感じで吸収もされて、ハリピンツヤクリームいいなっていうふうに私思いました。髪の手入れにも。はい。まあ、根元の方はちょっとあんまりしない方がいいと思うんですけど、髪の長い人はぜひね、ハリピンもいいですよっていうふうに素晴伝らえたいとし思います。い。あ、はい。まだもちろん髪の毛にも関はする。い。そうですね。はい。とってもいいと思います。あ、じゃあ旅も快適に、ますます快適に。そうですね。やっぱり、マルカンサプリを、持っていったおかげで、毎日朝起きたら、ちゃんとお通じがあったので、旅行中も、本当になんかお腹がもやもやすることもなく、楽しい旅行ができて、で、よかったです。ちなみに、まみちゃんのは旅い。のお供には、どのサプリを持ってかれたんですか？私は、結構いろんな種類を持ってるんですけど、今だと、すごい弱人。はい、すごい弱人と、あと、今回の旅は、手漕ぎボートに乗ったりするので、ホワイトスリム。これは絶対いると思って。はい。それと、あとスリムド缶は、分量が調節しやすいので、スリムド缶を持っていて、で、あと、この間、弱人がちょっと切れちゃった時に、お店の商品からちょっとつなぎでおろしたんですけど、めちゃわか。で、これは抵抗力を上げるっていう、効果があるので、だから、風邪とか流行ってる時期だから、あ、ちょうどいいなと思って持ってきました。はい。今回はそんな感じだった。あと、絶対に欠かせないのは、そういう写真もいっぱい撮るので、若さピチピチコラーゲンのドリンク、瓶持ってたんですか？あれはね、日数分持ってきました。すごい。はい。そんな感じで、まあ、美容重視、なる美ほど。容重視って感じですけど、すごい弱人とめちゃ若で、あと若さピチピチコラーゲン。それ紫は外い。線にも結構当たったりした感そじ。うですね。本当に、なんか、2時間以上、手漕ぎボートとか、3時間のクルーズ船とか そんなんだったから、はい。そうですね。ホワイトスリムも。はい。よかったですよ。ホワイトスリムのおかげさまです。あんまり焼けてる感じしませんもんね。そうですね。なんかね。帰った瞬間はちょっと黒くなったような気がしたんですけど、なんか冷めるのが早いっていう。素晴らしい。そんな気がしました。ちなみに、ジョーカーおじとかは、はい。ジョーカーお汁をね、私は、定番として、実は飲んでない人なんですよ。なんか今、すごい弱人を飲んでるせいか、結構ね、お通じがね、良いんですね。すごい弱人で、すごい弱人でいいと思います。はい。で、浄化お汁とか、飲むとき、もう開けたらもちろん飲むんですけど、今はなんか他のもので、なんかね、いろいろ、すべての商品が腸活に良いので、だから相乗効果でね、なんか良いのではないでしょうか と思ってます。はい。あ、すみません、また忘れてました。水流持ってきましたよ。水流。水流でお水つなぎをしました。花椒に入れていただいて、で、水流は自分の飲む分と、あと、お水をね、流して、で、そこに、流の波動を通してあげるっていうことをしたくて、で、どこでもやっぱりやれるわけじゃないから、まあ、ホテルのお風呂に入った時に、水流を入れて、で、そこで六方杯をして、激分をして、で、
そういうなんかワークをね、自分の好きなのをやったりとか、あと手漕ぎボートの時に船頭さんがこう漕いだりとかしてるけど、たらっとこう入れながら、で、また激文したり、はい、口切りしたりとか、あとしましたけど、はい。すごい。じゃあもう本当に体調を崩すことなく元気そにうですね。はい。楽しみいただけたと。はい。全部美味しく食べて、全然お腹も壊さずに。ああ、美味しかったですか？なんか、とってもおすすめです。なんか、特に北ベトナムは、お料理の味が塩味の系統なので、日本人には合うって、なんかガイドさんが言ってました。なんか、ベトナムって、すごい、南北に長いので、中部のあたりにあるところは中華料理の中国風の味付けでちょっとまあこってりしてて、で、南部の方は全ての料理にお砂糖が入ってて全体的に甘めなんですって。北と南ね、全部ね、なんか特色があるみたいなんですけど、で、なんか北ベトナムのそのハノイをなんかそこから周遊したんですけど、まあ、とにかく今日本がすごい寒かったんですけど、ベトナムも本当に寒くて、ほんの10日くらい前までは26、7度あったらしいんですけど、行った時は最高気温が10度っていう日もありました。だから日本と変わらなかったですね、3日間私がいた間は。で、また今週の木曜日あたりから26度くらいになるらしいですよ。変わりやすいんですね。だからね、なんか本当体調崩されませんようにって感じですけどね。かつまみちゃん、元気でよかったです。はい、ありがとうございます。なんか素晴らしい、楽しいお話をありがとうございいえいえ、ありましがとうございます。た。ということで、おさまみ城主、腹ペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳行きます。せーの、万歳。万歳、万歳、よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝してます。お願いします。では続きまして、綱川勝江城主。はい、はい、感謝し感謝します。おて、はい、願いありがしとうございまます。おす。願いいたします。ありがとうございます。すごい弱人の、体験ださっき言われてたので、そういえばと思って、飲んでみたんですけど、私がちょっと最近遊んでるところで、500人ぐらいの会場で遊ぶことがあったんですけど、で、その遊ばなきゃいけない日に朝3つ飲んで、で、昼3つ飲んで遊んで、3つか2つぐらい飲んで、で、その遊ぶの終わって打ち上げに行った時に、その打ち上げの会場で一人一人感想みたいなのをその日の言ってたんですけど、そしたらなんか私のことを学生さんだと思ってくれる人がいたらしく、おお。すごい弱人聞きすぎだろうと思って、なんか 嬉しいですね。飲んだばっかりだよと思って、もうすごい嬉しかったので、ちょっとすごい熟練さんの、体験だろう なんてことだと思って、これ毎日飲んだらどうなるんだろうと思って、すごい喜んでおります。ありがとうございます。鳥さん、ありがとうって思ってます。最高の褒め言葉ですね。本当に、どういう意味の学生さんかよくわからないけど まあ、嬉しかったです。で、この間、5人会の途中からしか行けなかったんですけど、途中から入ったらですね、ま、あの、その日も言ったんですけども、打ち上げの時に、私、輪廻先生のちょっと前から入れて、そしたらその日に、数日前から私の頭の中で、なんで、いつももう結構十何年ぐらい前から人のちょっと前に出させられて、話をしてくださいっていうような場所に呼ばれたりするんですよ。で、私目立つのが嫌なもんだから、それを断り、いやいやって言って断り、逃げたりしてきたんだけど、また来たもんだから、どうしようと思って、でも本当に目立ちたい人が出てくれればいいだけで。と思って、頭の中で、じゃあなんで私は何をこんな喋ってるんだろうなと、なんでだろうなと思った時に、ひとりさんのね、言葉とかが私の心を軽くしてくれたから、そういう、ね、全員でじゃなくても目の前にいる人が軽くなってくれたら、あ、嬉しいんだな、私はと思って、それで喋ってるんだろうなって思っていたんですよ。そしたら、目の前で輪廻先生がね、
なんか似たような私の心言ってんのかなっていうのを言い出して、うん、ええー、と思って、でもそれだとしてもあの大勢の前であと思っていたら、もうね、その会場知ってるかのようにリネ先生が全部答えを言うんですよ。私にとっては個人セッションかなと思いながらびっくりして帰って、でその打ち上げの途中も私ちょっと電話の会議があったので一瞬出てで帰ってきたんですけど、その電話の会議の時もね、もうね、電話口の人が周りをまとめなきゃいけなかった人なんですけど、まとめる人だったんですけど、どうせ人なんてね、みんな自分さえ受ければいいんだからっていうセリフを言った時にちょっとブチ切れして、うん、ふざけんなって言っちゃって、もうこれちょっとか一緒にね、会って話さなきゃいけないなみたいなと思いながら、打ち上げの会場に帰っていったんですよ。そしたらね、花井社長がね、そこを見ていたかのように、ね、ひとりさんの話をしてくれて、熱く、金も出さないね、人の話聞かなくていいんだよ、みたいな。もうその後もずっとね、私が欲しいような話を熱く熱く花井社長が言ってくれて、もうここにひとりさんが来てるのかなと思うぐらい言ってくれて、うわー、すごい日だなと思って、お店が閉まってね、外に出た後も、ふみか先生、ふみか先生が目の前でね、なんだろう、難しいことというか、めんどくさいことというか、なんか嫌なことはもうしないのと、すごい軽くね、話してくれて、そうだよね、する必要ないよねと思って、もうその日一日参加した、リアル参加した時は、もう私が欲してるような答えを皆さんが次々に言ってくれて、ここは何だろうと思って、なんだこりゃと思いながら、すごい打ち上げの時はもう怒りふつふつだったんですけど、帰りの時はもうちょっともう幸せにながら帰れました。ありがとうございました。ありがとうございました。あれで私のためにでもすごいよく、どういうことだろうみたいな、もう答えがやってくるって、皆さんすげえと思って、私のこと知ってるのかなみたいな、もうびっくりでした。ありがとうございました。よかったですね。はい、感謝です。感謝でございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。綱川勝江城主、花ペソポイントワンポイントゲット、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。せーの、万歳万歳、よっしゃありがとうございました。ポン、はい、ありがとうございました。はいはい、あといかがでしょうか。はいはい、じゃあ大丈夫そうであれば最後にだんだん良くなる未来わかるよ3回やって、万歳やって、終わりにさせていただきたいと思います。それでは参りまーす。せーの。だんだん良くなる未来わかる。だんだん良くなる未来わかる。だんだん良くなる未来は明るい。ありがとうございました。万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。今日も宇宙一幸せなお時間ありがとうございました。素晴らしいお話ありがとうございました。ということで6時だよ全員集合は本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。はいはい、この後19時より、だんだん良くなる未来わかる1000回の旅、行かせていただきたいと思いますので、お時間ご都合ある方は、こちらの回線に、お気軽にお残りください。では一旦締めさせていただきます。それではごきげんよう。5秒前、4、3、2、1、感謝してます。